はじめましての方も、ご常連の皆様も、お外に出かけた際は可能な限りのソーシャルディスタンスを守り、もちろんマスクは忘れずに、どこどこどこてお家に帰ってきた際は、手洗い、うがいを徹底しております。IT ジャーナリストの宮脇厚です。よろしくお願いします。令和3年2月25日の午後2時ぐらいだったと記憶しているんですが、え次の記事がツイッターのトレンドに入っておりました。 それは情報サイト現代イズメディアの記事で、ランクインしたんですけど、なぜかすぐにこのランクインが消えたのはなぜだろうなーっていう気がするんですが、見出しはこうあります。韓国語をを続ける日テレにも集まる不信感、富士炎上の二の舞となるリスクも、として、コラムニストの木村隆さんによる論評が紹介されておりました。取り上げられているのは日本テレビの朝のワイドショー、スッキリーです。 世帯別視聴率では同時間帯の裏番組に当たるテレビ朝日の鳩トリ新一のモーニングショーに大きく水をあけられているのですが、コア視聴率ではなかなかね、堅調なんだよという日テレのスッキリで、今、こちらの国推し、こちらの国推しがひどいと記事は伝えております。なんでも、2月23日の天皇陛下のお誕生日、つまりは天朝節の朝、 日テレの今やってる連続ドラマに出演してるとはいえ、一般的な日本社会の知名度は、あれこの方誰かなってぐらいの方を、スタジオに招き、さらにはベタ褒めしている姿にネットがザワワハとなっていったそうです。もちろんこれだけならば、万戦、万戦という言い訳もできますが、このスッキリには昨年の9月に、昨年の9月にすでに疑惑、疑惑が浮上しているんです。 その箇所を記事より紹介します。そしてもう一つネット上が荒れたのが昨年9月21日の放送。同番組は若者の情報発信地だった原宿はコロナ禍の影響で客が減って竹下通りは閉店が相次ぎ、一方で韓国カルチャーが人気の新大久保は減少の幅が少ないと伝えた。とのこと。 新大久保が今若者の情報発信地になっているという専門家の解説を紹介したところこの番組で司会を務めるお笑いコンビ極楽とンボの加藤浩二さんがこれにうんうんうんと同意したというのですしかし今ネットではさまざまなものが保存されいつでも誰でも何度でも参照して検証することができますこの時の『スッキリーは』はツイッターネーム負け慎太郎さんによって検証されておりました 原宿竹下通りは新型コロコロコロこの番組的に言うニュータイプの影響でお客さんが減少を新大久保はこちらのブームのために減少幅は少ないってことで去年と同じ日の画像比較らしいんだけど9月にダウンを着るバイキングのてりたまバーガーと同じ熱像いずれにしても日テレのこちら推しにはなんだかキラキラしたものが出ちゃうはい明らかに違う季節の写真を並べているんです こちらの国のタレントさんとかが好きな人たちが新大久保に集まるということは広く知られておりますが、それはこちらの国が好きという限定された条件の上でのことです。先ほど紹介したこちらの記事では、他にもこちらテイストの女性ポップグループなんかを執拗にスッキリは押しているということも紹介しております。 そして、こちらに傾斜してるんじゃないのということなんですが、今残念ながら、地上波テレビ全般的にこちらの国にこう傾いております。そしてその傾きに連動するかのように、経営の方もね、どうにかなっちゃうんじゃないのということがささやかれており、とりわけその傾向が顕著なのが、イエス、TBS です。幸いにもドラマは顕著ですが、この2月1日以降、TBS のゴールデンプライムタイムの視聴率で10%。 10%を超えたというのが一つしかなかったと。フライデーデジタルにて、さっきの記事と同じく木村隆さんが伝えていたので、その当該箇所を紹介します。どうした TBS と言いたくなるほど、このところ TBS が衝撃映像の特番を連発しているとして、その理由と背景に視聴率を紹介しているんです。TBS はドラマこそ民放他局の追随を許さないほど絶好調だが、バラエティは不調続き。 実際2月1日以降にゴールデンプライム帯で放送されたバラエティの視聴率で、球大点と言われる個人6%、世帯10%に到達した番組はプレバトのみに留まっている。しかし同番組は MBS 制作で TBS ではない。とのこと。さらに私が注目したのはこの記事の続きです。 それどころか、有田プレビュールーム、カウントダウンテレビライブライブ、この撮影何ですかのような、個人3%以下、世帯5%以下の超低視聴率に沈む番組もある。また、かつては TBS の独占上と言われた金曜夜も、バックホーザフライデー、ピッタンコ・カンカ中井正宏の金曜日のスマイルたち映画、個人3から5%、世帯5から8%程度までダウン。そして、衝撃映像の特番に頼りたくなる気持ちは、それなりに理解できると結びます。 注目したのはかつて人気を誇った金曜日のゴールデンタイム、プライムタイムがまとめてズドゴーンと沈んでいるということで、つまりは TBS という番組から視聴者がトコトコトコと離れていってるんじゃないかという疑惑が、ヌプ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 ドラマはドラマ枠という時間帯があって、視聴者はピンポイントでチャンネルを合わせることができます。一方、その他の番組というのは、 その前の番組を見ていたからと、万全とその番組を見ている視聴者というのは少なくないんです。また、学校や会社からトコトコトコと帰宅して、とりあえずテレビをつけるという人は、テレビをつけた瞬間にわざわざチャンネルまで変えなかったりもします。ここでポイントとなってくるのは、わざわざチャンネルを合わせる熱心な視聴者ではなく、万全としてなんとなく見ている視聴者の存在です。 ゴールデンタイムとは午後7時からだいたい夜10時ぐらいまでの時間帯のことを指します。そして番組はその直前の番組の視聴率に左右されるということは、これはテレビ界隈で広く知られた話です。だから午後7時からの番組が6時58分とかから始まる前倒しというテクニックが生まれたんです。きっちり、ポッポッポッポーンと7時になってから番組が始まるとその前にね、チャンネル変えられちゃう可能性があるからです。 これを踏まえたときに多くのテレビ局がニュースを放送している6時台、この6時台の番組がその後のゴールデンタイムに影響するということが見えてきます。はてさて、TBS のこの6時台のニュースは何やってんのかなというと、ニュース風情報バラエティ番組と私が勝手に思っている N スタ、N スタが放送されております。そしてこのニュース風情報バラエティ番組では TBS、あ、 じゃなかった。えっと、同じアルファベットを入れ替えたえ、こちらの国のアイドルグループ、BTS。彼らのことが繰り返し繰り返し紹介されて、その快進撃になるものを我がことのように喜んでおります。さらに今ではその弟分がデビューするよと、これまた猛プッシュしております。もちろん、海外のアーティストというものもニュースの一つのジャンルではありますが、 まるで自分の国のアーティストかのように紹介している姿に私は違和感を覚えずにはいられません。そしてこの傾向は TBS の早朝のニュース風情報バラエティ番組早時、そしてその後から始まる朝ちゃんにも確認します。果たして日テレのスッキリーが伝えるように新大久保が本当にマジモンの情報発信地であって そこに関係するタレントさんが日本国内、日本社会で本当に大人気であるならば、これらを積極的に我がことのように喜びながら伝えるニュース風情報バラエティ番組の人気が上がるはずではないでしょうか。しかし、TBS の朝ちゃんといえば、半年ごとぐらいのペースでリニューアルをして、定期便のように打ち切りがネットの話題となっております。 こうした状況証拠を重ね合わせた時に本当のこちらの国の絡みの話の人気というものが浮かび上がってくるのではないでしょうか。ここで TBS のゴールデンタイムの不審に戻ってみるとゴールデンタイムへとバトンパスを渡す役割が与えられたニュース風情報バラエティ番組またふわっと朝起きてからとにかく時計代わりにテレビをポチッとナットつけて そして決してトコトコトコっとお仕事や学校に行って帰ってきた時にポチッとテレビをつける、そうした万全とした視聴者が TBS の前から、消えた、消えた、消えた、となってることも強く影響してるんじゃないかなということです。以前にも紹介した内閣がこの2月に発表した外交をめぐる世論調査にはこうあります。 韓国に親しみを感じるか聞いたところ、親しみを感じるとする者の,の割合が34.9%、親しみを感じるが8.5%で、どちらかといえばが26.4%、親しみを感じないとする者が64.5%、どちらかといえばというのが28%で、親しみうーん、無理無理っていうのが36.5%となっているとのことです。ざっくりとまとめて。 64.5%、セントが親しみを感じていないというんです。さらに、どちらかとという万全的な答えを省いたときに、親しみを感じるは8.5%、しかし、親しみ、無理無理というのが28%となります。その差は実に3.5倍です。 これをテレビ視聴者にガチコーンと接続したときに、日テレのスッキリや、あるいは TBS が提供しているコンテンツというものを、視聴者か日本社会の参加者が望んでいないという仮説が浮かび上がってきます。なお、冒頭のスッキリに触れたこちらの記事の中で、日テレはコア視聴率を狙っているんじゃないかという指摘がありました。コア視聴率とは、19歳から49歳ぐらいまでの間で、主に女性をターゲットとした視聴率です。 今のテレビ界隈ではこのコア視聴率にシフトしていってるんですがそもそものに立ち返った時にこれは視聴率というもののこの限界を無視したマーケティングなんです確かに内閣府の調査でも18歳から29歳に限定した時にこちらの国に親しみを感じるというのが54.5%と過半数を超えますしかしこれはどちらかというと親しみを感じるよという万全とした回答が 33.8%含まれた数字です。さらにかつてこの私が10年ほど連載させていただいていたサイト、ウェブ担当者フォーラムは次の見出しでこんなことを伝えておりました。大学生のテレビ離れが顕著 YouTube は3時間以上視聴者が3割近くにと、これは令和2年11月16日の記事です。つまり、大学生に相当する年齢の場合、3時間以上毎日 YouTube を見てますよと記事は伝えております。 この傾向は総務省の統計からも明らかで、いわゆる小ア視聴率と言われる若い世代ほどテレビ離れが進んでおります。仮に若者の皆さんが本当にこちらの国が大好きだとしても、テレビの向こう側にいるのはその若者じゃないんです。むしろこちらの国に、んー無理的なみたいな、ぽいことを言っている視聴者がテレビの向こう側では待ち構えているんです。 あえて、あえて言うならば、アンチ、アンチを挑発しているようなのが、今の日テレのスッキリであったり、TBS のニュース風情報バラエティ番組だったりするということになります。つまり、構造としては、地上波テレビというのは、わざわざ視聴者を遠ざけて、見ないでくれとやっているような話になってしまいます。KF94 というくちばしマスクを宣伝、検伝してみて、 BTS の躍進を我がことのように喜びことほぎ。弊社ではアングルができないと出世できなくて、なんてね、冗談が召される。イエス、TBS、プラス、スッキリ。と、冗談はともかく、不信が伝えられるテレビに本当に必要なのは、今視聴率じゃなく、本当にお客さんが求めるものを提供するマーケティング、マーケティング能力なのではないでしょうか。 それと同時に放送電波は日本社会の共有財産です。今何かと接待問題で大忙し中の総務省の皆さんには、いち早く電波オークションの議論を進めていただき、そして同時に今テレビに関わっている人たち、そしてこれからテレビに関わる人たちも含めて、求めに応じてという前提条件をつけながらも、国籍開示、どんな国の人たちがね、作っているのかなということの開示を義務付けてほしいと願わずにはいられない、 週末でございます日本の公共の電波というものは日本のエンタメの人たちに使ってほしいなと願っております頑張れアクターアクトです。ミュージシャンにお笑い芸人の皆さんまるっと含めて頑張っていきます、はい、最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いします今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです 言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに来てくださいこちら有料版になっておりますが私の自由な言論表現活動を助けていただいておりますいつも応援ありがとうございますメルマガ限定のライブもそうなんですけどメルマガの方では文章じゃないとねちょっと角が立っちゃうようなものを、えー、書いておりますより良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いしますそれではまたの機会もお付き合い,いただければ幸いです最後にワンコのコーナーでお別れですバイバイ 安倍晋三完全消席というものがでならに「モルゲッっと答えたので「モルゲッス」かって紹介した赤が勝ち日「羽生君すぐりク君すぐい,ペペすぐい日本別にすごくない」だってあなたに会えたからと番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん突然ですが「じゃんけんタイム」「ニちゃんジャンケンジャンケンク私がグーなのでパーを出したあなたんたんぱ としてグーおめでとうございます私と同じグーを出したあなたピクロスカウンターかやるな何者だそしてチョキを出したあなたチョキはまあね今ちょっとお騒がせしている名古屋方面では P 平和を愛するピースそれでは本当のバイバイ <music>